二つ目苦手なこと、三つ目緊張した話。でもケイナさんだったらなんか大人のここがわからないってすげえいっぱいありそうだけどな。なんでいつまでも子供だから大人のここがわからない。苦手なこともいっぱいあるだろうし、うんうんうん、緊張はそんなにしないよね。いや、してないけどしますって言う人だもんね。しますって言っときゃちょっと可愛く映んだろみたいな感じで言うタイプでしょ。それはひどい本当に緊張してるのに。まあそっか、緊張はでもまあ人よりは少ないかもしれないですね。どうにかなるさって思ってるところがあるから、うん、で苦手なこともまあそんなないですよ。言ってみれば苦手だと思ってないってことだよね。苦手だと思ってないんだよね。大人のここがわからないね。最近まあコロナでね、はいはい、いろいろソーシャルディスタンスだとかいろんなルールができたじゃないですか。できてきたけどまだまだやっぱり、場所によって、あと人によって、会社によってそのルールの定め方が違うってあるじゃないですか、うん、それで一つ最近コンビニエンスストアで買い物すると、うん、お釣りとかレシートをトレーに置いてくださって、うん、店員さんがそれで私が受け取るということは多々あると思うんですよ。でこの間レシートだけ、ちょうどの金額で払ったからレシートだけを渡すときね、これっていうのはまあちょっと長めのレシートだったし、私もこう思わず手を出してしまったんですよ。でその時に私の手の上にレシートが来そうになったんですけど、あっって言ってレシートをトレーの上に店員さんが置いたわけです。これはもう別に手と手が触れ合うわけじゃない、お釣りじゃないから、うん、もう紙を私が握るだけの、この握るのをスッと避けて、うん、レシートがトレーの上に置かれた時にちょっと堅苦しすぎやしないかなと思ったんですよ。そのルール、うん、決めたルールに対してちょっとまあ大人に対してというべきか、まあ、社会に対してというべきか、うん、その辺ってもう人それぞれの感覚もあると思うんですけど、難しいな大人の世界ってって思った時。それってそうね、個人個人の判断っていうのも一つ関わってくるけど、うん、一つはその情報伝達の不備みたいなところがあると思うんですよ、うんうん、例えば、はい、そのお店のルールなわけじゃん。そう、そこで言うとね、そう、うん、お店のルールとしてお客さんに直接渡さないでこれを返してやり取りしてください、それがルールですって言われてさ、うん、はい、はいってなったら店員さんはさ、なるよ。まあそうですよね、うん、ああそうだ、このまま渡しちゃいけないんだって言って、私のなんかこう取ろうとしたレシートをキュッと抜いてここに置くっていう行為ですよ、うん、だからこう店員さんがレシートだけだしいっかなと思ってパッて渡そうとしたらさ、従業員専用のドアのところでこう店長が、ね、見てたらさあってなるじゃん。まあそりゃそうですよね、うん、コンビニ話で言うと俺たくさんあるんですけど、はい、トイレを借りたい時、はい、まあ大体トイレを、まあ、借りたい方は店員に一言くださいみたいな、うん、あるじゃないですか、ね、で、うん、まあ基本的にはいつ もう入った時点でレジがあるから、うん、すいませんトイレ借りますって言うんですよ、はい、だけどその混んでたりとか、うん、あとねこれねトイレ貸してくださいって、あ、どうぞみたいな、うん、え、なんでわざわざ言ってくんのみたいな対応取られると、あるある、こっちもめげるっすよ。そうね、そうなった次のコンビニとかは、うん、割とトイレの方まで行っちゃって、うん、特に何も書いてなかったらそのまま入っちゃうこともあるけど、うん、そこで店員に一言言ってくださいって言われたら、うん、もう一回レジに戻るわけですよ。戻る、はい、レジに戻ってすいませんトイレ貸してくださいって言ったら、お店の方がへーみたいなことを言って、うん、で別のお客さんが入ってきたんですよ、うん、ですいませんトイレお借りしてもいいですかって言ったら、あ、どうぞって言った時にはさっき入ってきたお客さんがもうトイレ入ってるわけですよ。自分の後から入ってきたお客さんがそうスッとトイレに入ってる、うん、あるあるですね、ね、うん、これってさ、俺も借りたいですって言うべき、俺の借ります1ポイント、うん、借ります1ポイントでそいつ入っちゃってんじゃん。だから要はさ、そいつが借りるための借りますポイントをさ、俺がさポイント出してるわけじゃん、発行してるわけじゃん、はい、うん、借りますポイントを発行してそいつが使う、うん、したら俺もう一回言わなきゃいけないのかなっていう言う必要ないけど、その後から入ってきたお客さんが、うん、
まあ本当は言うべきですよね。そう、まあまあまあ本当はね言うべきだけど、うんうん、まあひょっとしたらこの人がいいって言われてるから俺行こうっていう可能性もあるけどね。可能性もあるよね。悪いやつというか、うん、感覚としてはだからそのあるね、トイレ問題。あ、それと今度真逆な話があって、山口さんあれなんですよ、宅配業者をやっていて、はい、コロナってさ、コロナの時にトイレ貸せませんっていうコンビニ結構増えたでしょ。そうですね、増えました ね、今でもあると思います。コロナ拡大のあれのためみたいな。そうですね、トイレ貸してくださいって言ったお客さんがすいません今貸し出ししてないんですよって前の人が 言われたのを見て、うん、あ、貸し出ししてないんですかっていう話をしたら、うん、その宅配業者とか、はい、近くの工事現場の人とか、はい、社会経済をこの地域で回してる方には貸しますっていうので、はい、貸していただいた時が、その線引きってすごく分かりやすいしはっきりしてるし、うん、ちゃんと厳しいというか、うん、すごくいいなって。そうですね、うん、あのね、そうなんですよ、全員をあのアウトにしてしまうのは楽なんだけど、そう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 、それって必ずしもね、あの、うん、平和的ではないんだよね。そう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 、感染予防にはなってるのかもしれないけど、うん、それで困っちゃう人はいっぱいいるよっていうことなんですよね、うんうん、もちろんね、その普通に仕事じゃないのか分かんないけど、別のお客さんで入れなかった方には申し訳ないけど、うん、まあそれはさ、その拡大防止措置なわけじゃん、はい、うん、でもその地域で経済を回すために従事してる人には貸しますっていう、うん、分かりやすい。そう、すごくね、あ、何この、もう感謝がすごい、うん、感謝がすごい。いや本当いい、ね、そう、俺ここで経済を回すことに従事しててよかったと思ったんですね、うん。あ、でもそういう気持ちになっていくよね。ここで働いててよかったなとか。そう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 、そんな気持ちってなかなか芽生えないでしょ、うん、働いてるだけだと。そう、それってさ、でも芽生えていくべきものだし、自分が働く上で大事だもんね。そうね、うん、だからよく言うと、そういうのってそれこそさ、行政というか市町村とかでさ、うん、率先してそういうルールを決めていくと、うん、その地域がさ、うん、まあ、そうそうそう、ね、活性化していくんじゃないのかなっていうのは思いますね。ね、ちょっとそのお店後で調べていこうかな。でもその地域で経済回すことに従事してないとトイレ借りられません。借りられないんだね。買い物はできるけどね。それはそうだね。買い物できなかったでしょうかね。はい、うん、なるほど。意外なところで、意外なところで、はい、 はい、はいはい、という感じでございました。トークテーマ、大人のここがわからないでした、うん、まあそうね、コロナの線引きはちょっと難しい、うん、したしてほしいところはしてほしいかなと思います。はい、はい、山とけチャンネル。